やっぱり気配は感じない？これまでに襲撃された戦場に共通点は見出せるか？そうね、人質を取るような真似をしても私には無意味だけれど、結果として無意味に終わるとして、そのような素振りを見せるものすらなかった。人質くらいでいちいち動揺するようじゃ困るわよ。それは吉田和美がいるから。だって例えば、そういう場所ならば町へと探索に出ている盤上のしても調子の読み手も我らを見つけやすかろうか。確かにここなら三崎市の中心だし、他の二人からも見つけやすそうね。備えとは、そうそう思った通りに敵が来た時のためにしておくことだ。心構えの調整も含め無駄にはならない。まさか。本当に？リリアル、あいつだ。こいつがミエトノのシャナ持ってるよ。あら、そうですな。さすがはお兄様の欲望の嗅覚。おかしい。こいつら、かなり大きな力を持ってて、気づけないわけがないのに。それ、なんだろう、こいつら。待ってるわよ。早く欲しい。欲しいよ、イエトノのシャナ。え、わかってますね。さっさ出してしまいましょうね。でも、いや、こいつらじゃない。こいつだ。その前に見つけたご褒美をください。うん。なんだろう。すごく不快なのに。
に受け取りましたわ、お兄様。双子、アイゼンの兄弟か。アイゼンの兄弟。その通り。はじめまして、フレイム・ヘイズとミステス。この方は私のお兄様、アイゼンジ・ソラト。そして私はアイゼンタ・ティリエル。あなたはいずれ様の契約者かしら？私は天上の豪華アラストールのフレイム・ヘイズ、遠発尺眼の打ち手シャナ。あら、古い名前。ん？まあ、そんなことどうでもよろしいわね。あなた自身には用というほどの用はないんですもの。せいぜいがついでに遊ぶ相手という程度かしら。用というのは簡単。あなたの剣を私のお兄様にいただきたいの。何も反応はなし。震え上がっていられるのかしら。お前、ティリエル、まだ？僕、もう我慢できないよ。そうですわね。参りましょうか、お兄様。うん、ティリエル。ユージ、下がって。僕の、イエトノのシャナ。来い。お兄様、行くわ。私を感じて。その程度ですの。いなくなっちゃえ。そのくらい。はぁ、本気でよろしいのに。お兄様。ふっ、行くわ。くらい。
行くわ。行かないよ。どうぞ、お兄様。このくらい。行くわ。殺しを感じて。さあ、受けなさい。お兄様。どうぞ、お兄様。行くわ。本気でよろしいのに。はあ、お兄様。いなくなっちゃえ。このくらい。いなくなっちゃえ。このくらい。行くわ。その程度ですの。どうぞ、お兄。ふっ、行くぞ。甘いわね。行くわ。本気でよろしいのに。行くわ。その程度ですの。どうぞ、お兄。ふっ、行くぞ。このくらい。行くぞ。このくらい。行くわ。お兄様、お兄様。当然の結果よ。僕、家とのお兄様。もう双方ともに存在を維持するだけの力は残ってない。いくら力を送ったので共に消え果てるより他にない。そんなことさせませんわ。お兄様は、お兄様だけでも。ねえ、なの。ます。私はお兄様の望みを叶え、守る。それが私のすべて。それがお前のどうしようもない気持ち。そ
愛。お兄様、何でもなさって、私が許し、何不景気な面してんのよ。そんなに苦戦でもしちゃった？どうしてって、風絶の気配がしたから来てみたのよ。まあ、一足遅かったみたいだな。なんと、すでに終わっていたのでありますか。地産用紙で、なに、早速新しい敵とドンパチやらかしたわけ。アイゼンジ・ソラドとアイゼンとキリエルを攻撃した。アイゼンの兄弟でありますか。大主君でありますな。ねえ、敵の新しい情報とかどうだ。いや、特にない。連携や計り事らしきものは感じられなかった。エタノは刀で切り取った命だけってか。何でありますか。ガキンチョどもの引率なんて気が進まないけど、海ってのはいいわね。しばらく行ってないし別にいいわよ。海か、俺の神器は塩水に相性悪いんだな。ウィルヘルミナもいい。遊興の方はともかく、敵の祈祷を押し量るという作戦の概要については了解であります。ああ、旅行中の心身にはくれぐれも用心されますよ。厳重警戒。じゃあお願いね。そうね、じゃまた明日。明日は楽しい遠足ってなんだ。では私も明日の準備のため先に帰らせていただくのであります。詳細は今夜ご帰宅後に。今日の鍛錬はこれまで。そんなこと言って、今日も戦いの後少しだるそうにしてたでしょ。ユージは隠すのが下手なんだから言い訳しない。まあその息は買うけど、自分の体調管理は全ての基本よ。できることとできないことを見極めることもね。そうね。じゃあ、明日こそ寝坊しないでよね。まさか、あれほどの力を持った共柄が2体いても、かなわないとはね。まあ、私は別に、痛くも痒くもないんだけれど。むしろ、すべては計画通り。誰を倒そうと、誰に倒されようと、最後に笑うのは、私。せいぜい、あがけばいいわ。
よう。遅かったわね。私を待たせたんだから遅いの。男は女を待たせるものじゃないってちぐさが言ってた。確かにこの時間云々の件は問題ないが、時折聞いていて肝を冷やすようなことを平然と語るからな、この女は。なんか変？常識でしょ？はい、おはよう。セナちゃん、ユウちゃんのために毎朝来てくれてるのよ。待たせたりしちゃダメに決まってるでしょ。さあ、早く朝ごはん食べちゃいましょうね。みんなとの待ち合わせ時間に遅れたら大変ですからね。私が腕を振り回すのも避けられないでしょ。本当にゆうちゃんたら、しょうがないわね。はい、支度ができたわよ。食べましょう。うん、いただきます。どうぞ、召し上がれ。気をつけていってらっしゃい。うん、行ってきます。ゆうちゃんをよろしくね、シャナちゃん。うん、わかった。普通はしっかりしてる人に、そうじゃない人の面倒を見てもらうものでしょ。別に逆じゃありませんよ。おはよう、坂井。時間通りだな。おはようございます、坂井くん。なんだ、もう来ちゃったの？もっと待つのかと思って缶ビール開けちゃった。なに言ってやがる。待っても待たなくても、どうせ開けてたくせによ。我が軽き引き金マージョリーと。お黙り、バカマルコ。ったく、何やってんのかしら。やっぱり朝起こしに行ってやればよかった。おう、あの二人なら。お待たせ。やっぱ俺らが最後か。悪い、遅くなった。2分遅刻。昨日マージョリーさんが酒瓶やら缶ビールやらおつまみやらむちゃくちゃバッグに入れたもんだから、整理に時間がかかっちまったんだ。ひどいですよ、姉さん。俺たち置いて先に行っちゃうなんて。仕方ないでしょ。日差しがきつくなる前に涼しいところに入っときたかったんだもの。あの、早く行かないと電車の時間とか。よし、それじゃ出発。元気ね。特急のホームは？ごめんなさい。駅の工事っていつの間に終わったのかと思って。私もです。でも緊張してたからあんまり覚えてないだけかも。何グズグズしてんの、二人とも。あ、坂井、もう電車が来るぞ。さてと、無事に座席も確保できたことだし、トランプでもするか。そうだな、
目的地に着くまでそれなりに時間もあるし。私はカズに入れなくてもいいわよ。お子様はお子様同士仲良くやっててちょうだい。ああ、車窓を眺めて飲むってのもたまにはいいわね。早速飲んでるし、まあ分かってたけど。マージョリーさん、寂しいこと言わないで一緒にやりましょうよ。あいにくだけどね、マタケ。私、金をかけてないカードはやらない主義なの。せいぜい竹の魚になるような面白い勝負でも期待させてもらうわ。はい、頑張ります。つまり勝ちゃいいのかじゃないの。何種類か藤田晴美とか佐藤健作から教わってる。俺が教えたのはババ抜きと大富豪だっけか。そうか。じゃあ何をやります。オッケー、配るぜ。そこがディーラーね。分かったわ。いや、配るって意味ではディーラーは佐藤だけど、そんな本格的なのじゃないから。え、かけないのか。ちょっと、田中。いや、だって冗談に決まってるだろう。そんなに怒るなよ、オガちゃん。あんたや佐藤がそういうこと言うと冗談に聞こえないの。それを言われると言葉もないな。